髄 C ランク縛りにあるものを加えると今回は縛りプレイ開始2年目から再開です。以前やった評価 C 以下のみのシリーズの時は2年目の成績は10勝でしたが、今回の縛りではそれ以上に勝てるのでしょうか。では2年目のキャンプから行きます。バグを狙う選手はスイッチ転向させ、バグを狙いたいけど今のままではできない選手はコンバートさせていきます。基本的に序盤はみんなピークに達していないので成長していっております。その分勝ち星が増えないか期待していますが、2年目の目標は10勝以上です。以前の縛りでは2年目の防御率は 8.50 だったので、そのくらいにまとめてもらえれば十分でしょうか。キャッチャーはリードガビーに成長した大場と笠原がおります。両方とも肩が弱いので走られてしまうんでしょうか。内野手は木下と桐山が良い感じです。他の選手も育成中なのでこれから良くなっていくでしょう。打つ能力だけならいい選手もちらほらいるのでしっかり育てていくシーズンとなります。外野手も育成中、将来的に3割30本レベルの選手がちらほらいるので我慢して使っていきます。スイッチ転向は2人にしましたが、両者とも失敗、バグが起こらず両打ちとなった山中。スイッチ転向自体が失敗した渋谷、ちょっと痛い失敗です。そして雫石は、シーズン中に怪我をし、能力が下がり、バグを起こせることができる可能性があるので、その準備というコンバートをさせました。留学はアベレージヒッターになれる三宅を送り、開幕、目指せ10勝をテーマに掲げた、我がチームの起用方針です。開幕、目指せ10勝をテーマに掲げた、我がチームの起用方針です。球威が B になっていたり、守護神に任命したデールがピンチ B になっていたり、という投手陣で構成されています。野手の方は、長打 S の桐山を今年も4番、クリーンナップは長打が打てそうなので、それで何勝かできるかなとかすかな希望を抱いています。では行きましょう。4月は最悪、1勝もできませんでした。ここで以前もよく獲得していた球威のあるうだりこを獲得します。どこでも投げられるのでこの縛りでは結構使える選手ですね。そんな5月の成績は2勝し、6月は4勝、合計6勝して折り返します。7月を終え、8勝、これは超えられるか ?8 月にも2勝し、以前の縛り2年目と同じ勝ち星となります。そして最終成績は、13勝、126敗1分け、目標より3つ多く勝ちました。十分です。十分なのか?数字面は、防御率9点台と悪いですが、ホームラン数が3桁に突入しております。それで勝った試合が多かったのかな?個人成績の方は、木下が総合的に一番活躍していました。桐山がホームラン数トップ、20代の選手が3人いたので、破壊力が増していました。投手は防御率がひどいのでほぼ全滅ですが、抑えのデールだけは良かったです。防御率 4.22、登板数が少ないのもあったんでしょうね。とにかく中継ぎの負担が大きすぎてまずいですね。いい先発3枚か4枚で、あとは中継ぎにした方がいいくらいです。その後三宅が帰国し、戦力外にした選手は誰もおらず、衰えている選手はいないので、切る必要がありません。スタッフは、すべて変えず、スカウトも探索力がいい人にしています。C
C ランク以下しか見ていないので、数多く見つけてくれればいいでしょうしね。次はドラフト、ここが一番のテーマですね。投手は、本橋という選手がまずまずよし、早熟なので、短い年数ですが、育てばピンチなどが B まで育ちます。キャッチャーは打力が良い酒井がいるくらいで、あまり当たりではないです。酒井も実動年数が少ないのが問題かな。内野手はそれ以上に外れ感、掘り出せず、バグ技も狙えなさそうなリストとなっています。外野手は一応バグが狙えそうな選手はいます。即戦力的な選手もいますが、それは取らなくてもいい戦力があるので、バグ技重視かな。この中から選んだ選手はこの3人、どんな狙いがあるのかは入団のパラメータを見ながらお話ししてみます。本橋は、育てば、中継ぎ抑えでやれる可能性があるけど、輝ける年数はかなり少ない選手です。育てばラッキーかな。一応当たりな部類に入る辛さは、しかし育成しまくらないと厳しそうです。長打の育成はしやすそうなので、育てていきます。そして次が一番触れていかねばなりません。大竹達彦。バグ狙いの選手です。23歳ですが、常磐性なのでバグを狙える時間はある。狙えるのは高打力。数年かけて狙い、うまくいけば高打力が上がるでしょう。そこにもともと長打が B まで上がり、チャンスも B、チャンスは限界突破して、A、もしくは S も可能性がある。うまくいくまでは、高打力以外の能力を練習させていきながら、狙っていく、そんな選手です。そして入団テスト。今回は当たりのパターンでした。ピッチャーは若手はいないので当たりではないです。でもとりあえず穴埋めとして、ベテランをとりあえず雇ってみました。1年間だけでも戦力になればラッキーでしょうし。そして当たりだったのが、野手陣。若手の掘り出し物が2人もいました。打力が B まで育つ松本正和と、酒井もいますが、彼ではなく、セカンドの高村、以前も獲得したことがありますが、400本近く打てるいい選手です。育てるのが大変ですが、酒井も頑張ればすごい選手になり、下手したら、50本打てるレベルなので、一応確保しておきます。そして柴原さんもなんとなく雇いました。衰えた選手でスイッチ転向ができれば、バグ?と思ったのがあったからですね。その辺の結果は多分とある方向で決まっていそうですが、やって判断するという名のもとに行動します。今回はここで終了します。次回の目標は20勝。ご視聴ありがとうございました。